また来て、はい、はい、どうぞその競馬の時も、はい、日本一になるために、はい、いろいろ考えて、はい、で辞めたりもしたじゃないですか、はい、でカメラも日本一、はい、世界一の、はい、なるために競馬を取らないんだと思ったんですよ、まず。ああ、それめっちゃ言われる理由があるんですよ。あ、競馬は僕の中でやっぱスポーツなんですね。世界で一番神聖な僕の中ではスポーツなんですよ。すごく特別なもので、僕をその競馬の世界に入れてくれたその同級生の馬主のお父さんが、ちょうど僕がカメラマンになるプロ、まあ、プロのカメラマンとして目指そうとした時に亡くなられたんですよ。それまでは僕競馬引退しても結構毎週末競馬場に行って、競馬やってたり馬を持ってたんですよ、実は。だから本当に夢の馬主さんになって、あの凱旋門行こうと思って32、3の時にその方が亡くなった時に、もう一切競馬場を行くのやめようと。で、なんやったら G1 が行われる現場に僕全部行ってたんで、うん、ちっちゃい G1 でも中山競馬場で行われてったらその週末中山競馬場行ってましたし、うん、でずっとそれぐらい、まあ言ったら自分の中で10年以上続けてたものは競馬も含んどるんですけど、神聖なものだったんで、一旦一番自分が大切にしてたものは置いとこうと。カメラマンになって一番最初に競馬の写真を撮りに行くっていうのは、まあ、関係者もいっぱいいるし、うん、仕事としては多分全然やりやすいし、けどそれをやってしまったら世界一にはなれないなとも思ったし、世界一になってから競馬の撮影をしてあげた方が競馬界の恩返しになるなと思って自分が全て体制整って、そうです、中村というカメラマンこういう人物だと分かった上で競馬を撮った時に、あいつが撮る競馬馬の写真ならっていうことでってことじゃないですか。そうです、そうです。でカメラマンになる時に僕が決めてる絶対に撮りたい三大撮影っていうのがあって、はい、おなんすか。それがイチローさんの引退試合、お三浦和さんの引退試合、ほう武豊さんの引退試合、この3つは僕はスポーツカメラマンとして絶対にその現場に足を運ぶと、うんうん、カメラマンとしてどうぞ。カメラマンとしてで、それを撮ることが僕はカメラマンとしての最大、日本人のカメラマンとしての、スポーツカメラマンとしての責務だっていうのを決めてやってて、もうイチローさんほんまギリギリでしたけど、まさかイチローさん一番最初だと思ってなかったんで。ああ、年齢的には一番若いですよね。けど、まあそう、そうですね、まあ、寿命としては、まあけど、まあ、数がちょっと奇跡ですもんね。そう、数さんが奇跡です、数さん奇跡です。普通考えたらサッカーから順番にって、まあだって、そうですね、カズさん奇跡ですね。だから豊さんは個人事業主さんなんで、カズさんとかイチローさんと違ってチームの意向が反映されないんで、豊さんが長いかなとは思ってましたけど、ただ豊さんの場合は引退して調教師っていう道があるんで、まだ完全にそうですよね。そう、そうか、そうか。そう、ジョッキーとし騎手武豊としてはどこで取るかですね。だから、いや、だからまあ騎手武豊の引退を取らなきゃいけないとは思ったんですよ、うん、ただそれが長引かそうと思ったら長引かせるし、うん、パシッと切ろうと思ったら切れる人生なんで、ね、けどそれまでに自分が力つけてなかったらその現場には絶対入れないわけじゃないですか、うん、だからそれまでには絶対に力つけとこうと思ってやってた。実際イチロー選手の時はどうだったんですか。結構もうギリギリっす、ま、あ入れるかどうかってことですよね。そうっす。だから FIFA のカメラマンになる前に全米オープンゴルフ USGA のカメラマンさせてもらって、はい、USGA のカメラマンをしてるかして FIFA のカメラマンになって、でその2つのブランドをぶら下げて MLB の方に飛び込み営業行ったんですよ俺。はい、飛び込み営業、うん、すごいそう、飛び込み営業行ってそれを僕日本人のカメラマンとしてどうしても撮りたいと、なんとかオフィシャルとして入れさせてもらえへんかっていうので MLB に営業はしに行きました。だからほんまにギリギリセーフです。その飛び込みをしなかったイチローさんの、引退試合をイチローさん好きでは撮ってないと思います。いや、俺もっと
なんていうんですかね、その余裕を持って入ってると思った。もうなんか、うん、まあ、もう指名されてるよ。そうどっちかっていうと、もう小中村取ってくれぐらいの感じで俺イチローさんのところに入っていったかと思ったけど、違います、ね、そんなあれが裏話があったんですね。全然違います。元を言えば2016年のリオオリンピックに、言ったらまあ僕はもう撮影行くんですけど、ほぼほぼ実績も何もないのに、もう殴り込み状態で行って、世界のフリーのカメラマン、まあ日本でいたらみんな甘いんで、あの新聞記者のカメラマンとかも別に画角とかそんな関係なく、その事象が撮れたらいいやっていうカメラマンばっかりなんで、そんなところでずっと撮影してたんであんまり気づかなかったんですけど、まあリオオリンピックとか行くとやっぱりアメリカとかヨーロッパのフリーのカメラマンとかいるんですね、やっぱり。なるとレベルがやっぱもう全然違うんですよ、オリンピック。へー。例えばここで競技してます、うん、じゃあカメラマンエリアここです、うんうん、って決められてたら日本人のカメラマンは全員ここで撮るわけですよ。けどヨーロッパのとか、まあ、ドイツとか、まあ、フランスとか、まあ、アメリカのフリーのカメラマンとかだったら、いやここで撮っても周りと一緒やないかいと、うん、ここで 撮りたいと、うん、でここやったら選手観客審判、他のメディアの人誰にも迷惑かからへんやないかいと、でここで撮ったらあかん理由まず教えてくれって言うんですよ、うんうんうん、なるほど、うん、撮ったらあかん理由を教えて、うん、逆説で聞くんですよ、うんうん、で結構海外ってそういうの甘いんで、じゃあもういいよって、おー、いや要は戦ってるんですよね、一枚のために。なるほど、ね、場所取りからもう、はい、場所取りから戦ってて、で例えば 100m 男子の決勝、うん、絶対取りまれダメじゃないですか、うん、でほとんどのカメラマン、日本のカメラマンはスタートラインで用意飛んで、うんうんうん、こういう、うん、はいはいはい、ね、正面がゴールした時にこうなってる、ああそうそう、写真を撮るんですよ。ただ海外のカメラマンはガトリンをボルトが抜く瞬間、あ、いや、ボルトがガトリンを抜く瞬間の 80m、85m の横で撮るんですよ。はあ。だからそれはもう狙ってんねん。狙ってこの絵が一番いい手も思って撮るんですよ。そこ狙いなんですね。そう。だから撮りたい絵をもう想像して撮るんですよね。うん。けど日本のカメラマンは、うん、ここで撮ってください。うん。で、そこで撮れる絵を撮るんですよ。でそこがもう全く違うっていうことにカルチャーショックを受けたわけですよ、はい、だからそこの戦いができなかったら多分世界では通用せえへんねんなっていうのをリオオリンピックですごく感じて、ただそこで思ったのは、うん、俺世界に出るの早すぎたって思う。どういうことですか。いやもうこの舞台ではまだ全然戦えるレベルではないと。それオリンピックの時ですよね。オリンピックの時ですか。です。おお、すげえ。一歩目っす。抜いた一歩目っすよ、ね、抜いた一歩目っす。すげえな。ほんまにない写真ですよね。そう、今のが一個前がガトリンにピント合わせてるんですよ、これ。はい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 、これガトリンにピント合わせてるんですよ、うん、で次の1コマ目をボルトに合わせてるんです。俺それってあの 100m の何秒かの間でやっつもやってるんですよ。だから 100m っていうかもうポイントっす、うん、言うたら僕 そこのふすまとふすまの間ぐらいので2枚と合わせる。そうっす。でリオから帰ってきた時に僕イップスになったんですよ、撮影。で僕のホームページ見てもらうと分からないですけど、2016年リオオリンピックで2017年一切海外行ってないんですよ。それは周りがレベルが高くて、いやーっていうかもう要はイップスになったのがもう俺すごい世界に入ってしまったなっていうのと、生地世界一を目指そうって本気で思ってたから、世界すごすぎるって。で日本でも満足に撮れてないし、何も売れてないし、こんなんで
よう、リオオリンピックに行ったなっていう恥ずかしさもあった。鳴り物入りで行ったんで。あーそっか。はい。で、何の実績もなく行って、で、野球もサッカーも好きなんで、うん、取りに行ったけども、全然身が入らなくて、本当にイップスになって、で、全然違う競技取ろうと思って、僕2017年はゴルフの女子ツアー、うん、はい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 、で専属契約してもらって、ゴルフ取るんですけど、ただ日本の良くも悪くもリオオリンピックをフリーで取りに行ったカメラマンっていうので帰ってきた瞬間、表紙取ってくださいとか、なるほど、連載持ってくださいとかがわんさか仕事は死の時なんですよ。ただ自分の中で全く不完全燃焼で全然いい写真なんて何一つ撮れてないのに、こんだけ仕事来るのって何なんやろっていう、その気持ちと結果が全然ついてこないのにイップスになった理由もあります多分。うーん、そう、だからそっから仕事はアホほど増えました正直。ただ撮ってほしいでしょうね、うん、ただ撮りたいけどももうほんまにイップスでシャッター押せない、3ヶ月ぐらい押せなかったそれ。へー、だから、オリンピック8月じゃないですか、年末まで押せなかったですもん。でもうカメラマンやめようかなぐらいまで思ってて、で17年に翌年にゴルフのある選手から1年間ちょっと来てくれませんかって言われて、でまあゴルフやったらそんな思い入れもないし、うん、初めてやったんですか撮るの。初めてでもなくて、プロはけど初めてやったかな。あ、でもないな、ちょこちょこ撮ってたぐらい、うん、けどもそこにゴルフに対しての思い入れがないから、うん、なんとなく気が楽で、うん、ただ最高の一枚撮ってあげようっていうのはあったけども、うん、いい感じのリラックスできる感じで、そうで、なんとなくバーって2017年撮ってて、で、その撮影イップスも時間が解決してくれるなってどっかで楽観的に思ってたんで、とりあえずまあゴルフでも撮って、仕事があるうちにやってこようと20年やってたんですけど、1年経ってもイップス治んなくて時間が解決してくれるわけじゃなかったんですよ、うん、で気がついた2017年の年末に来て、いや俺世界目指してんのにこのままじゃあかんなって思ってて、で2018年に入った時に僕専属契約してるゴルフ場があって、はいはい、でそこで全米オープンゴルフの、予選会があると、アジア予選会が、うん、日本で、うんうん、でそれを取りに来てって言われて、まあ、当然専属カメラマンが行くんですけど、でそこでもまあ普通に撮ってだけども、これって世界に通ずる大会よねって思って、うん、で当然本土から USGA 全米オープンゴルフ協会の人が来てるなと思ってて、うんはいはい、けどこれイップス直さないと話にならんなって思ったし、で2018年でロシアのワールドカップなんですよ、うん、でそれを一応スポーツカメラマンとしては行かなきゃいけないとは思ってるけど、いきなり荒地医療でロシアワールドカップなんかには容易かんと思って、また同じ気持ちだけど次同じになったらもうほんまにやめなあかんって思ったから、全米オープンゴルフの予選会取って、全米オープンゴルフ協会の来てる人間に、俺は日本のフリーのカメラマンだと、でなんとか全米オープンゴルフの本戦を撮らせてくれへんかってお願いしたら OK 出たんですけど、世界で一番スポーツの中で撮影できないのってゴルフなんですよ。へえ。プレスが絶対降りないのが。それなんでなんですか。ルール厳しいからです。あ、だからゴルフ撮り慣れてる人じゃないと絶対ダメなんで、例えばアドレス入った時からもうシャッター切ったらあかんとか、音もうそう暗黙の了解がめちゃくちゃあるんで、うん、ポットでのカメラマンとか、うんうん、例えば野球とかサッカーしか撮ってないカメラマンは絶対撮れないんで、うんうんうん、でそれも分かってて、
ねえけど言ったら許可が下りて何とかしたるっつって、でタイガー・ウッズの復活の試合やし、うん、なかなか難しいかもしれんけどちょっと、そこまで日本人がそんなにグイグイ来るとは思わんかったし、うん、君にはじゃあ一回だけチャンスあげようっつって言われて撮影しに行って、でその時も言ったらもうゴルフやから結構気楽な感じで行けたんですけど、はいはいはい、言っても目の前にタイガー・ウッズが来た時はうわタイガーやって久しぶりに思いましたよ。その時はほんまに久しぶりに思いました。うわタイガーおるよ思って復活っすもんね。そうほらなるほど。その時にいややっぱり俺こういう場でやりたい、もうガッと思い出すというか、そう高揚感もこうなんか楽しさも、そう世界のトップでってことですね。そう、うん、やっぱりここで戦いたいって思ってやって、まあ9大点を取れたんですよ、うんうん、でイップス治ってんのかなとか思って、で全米オープンゴルフとワールドカップの予選の2週間ぐらいは重なってたんですよ、うん、おお、そうなんや、そう重なってたんですよ本戦は、うん、で手応え感じて俺このまんまワールドカップ行こうと思って、全米オープンゴルフニューヨークからで、その準備しなかったんで一旦、ニューヨークから日本帰って、その3日後ぐらいにもうロシア飛んだんですよ、はい、でその時プレスもなりますよ、もうチケットでなるほど、はい、行って最初初戦日本対ポーランド戦、はい、ボルグラード、ボルゴグラードか、日本対ポーランド戦で予選の3戦目です。ああそうですね、はい、そうそうそう、僕が取ったのはね、そうですね、この中は途中から来ましたね、そう途中から全米オープンゴルフあったんで、そうですね、そうでその時取ったんですよ、超イップスで、ああ本当ですか、 なくて俺実はあの時の写真終わった瞬間全部消したんですよ。もったいない、全部消しました。いやもう全然やと思って、納得いかず、納得いかへんっていうか、もう全然その気持ちと、うん、乗ってないですね、そう気持ちが乗ってない、合わんですよね終わった後のこの、そう、うん、で全米オープンゴルフやっぱゴルフなんか違うかなって結構めっちゃ悩んで、でその次に日本対ベルギーを取りに行くか、おブラジルと、ああそう取りに行ってブラジルとベルギーを取りに行くか悩んだけども、はいはい、もうそのポルトガル、ウルグアイ取った翌日がベルギー日本やって、いや時間整理してもらわなすぎる、もう気持ちの整理がつかへんから、一応2連敗というか、あ2連チャンでこんな状況で、もうそれ蹴ったんですよ、あーやばそう、うん、蹴ったんですよ、うん、で僕ベルギーが優勝すると思ったんですよ、はいはいはい、予想としても、はい、でまだあるんちゃうかと、はい、もしかしたらそうで、ベルギー対ブラジルで日本が負けてベルギー対ブラジルになって、俺これ最後の試合にしよう、カメラマン人生と思って、うん、どうせここまで来たんやし、ベルギー対ブラジルで、ベルギーが、そこの信念だけ曲げて、ベルギーが勝つことを前提に取ろうと。うん。うん。で、チケットも最初前半、ベルギーが勝つんやったらどうするんやろうなっていうので、絶対先制点必須やなって思ったんで、前半、ベルギーが攻める側のバックスタンド。はい。あれはゴール裏、うん、でカメラ構えて、行って、行った時にいつもの感覚と全然ちゃうんですよ。でコーナーキック蹴る時にまあゴールあってコーナーで、ニアサイドが、うん、みんなだいたい僕ここに座ってますね、うんうん、だいたいこう取るんですよコーナー、うんうんうん、みんなゴール前の、うんうん、けどニアサイドのカンパニーがこれ決めるなって思ったんですよ。もうめっちゃ、うん、神が降りてきて、あこれこのコーナーでカンパニーがヘッドして入るわと思って、目の前にいる
ニアサイドのカンパにずっと僕合わせてて、じゃあそれがものの言うバーン入ってで、あれと思って、この感覚なんやと思って、で、その次に前半2点目、これデブライネがミドル打って決めるわと思って、デブライネ合わせたらそれミドル入って、そう、怖くなって、ほんで後半ブラジルこっち側攻めるじゃないですかの時、マルセロがアーリーで上げて、うん、上げて、ヘッド決めた誰やったっけな、名前忘れたんですけど、うん、それもアーリー上げた瞬間、あ、こいつがこう上がっていいですよ、うん、あ、こいつがヘッドして決めると思って、それも、もうボール待ってる時からシャッター切り始めてジャンプしてパンはのが入って決まって、それでイップスぶっ飛んで、あっと思って治ったと思って、けどその確信はないんですよ、うんうんうん、取れてるっちゃ取れてるなって、うん、俺4年後のカタールのワールドカップ、うん、絶対にプレスで入ってると思うから、このワールドカップの決勝はパブリックビューイングを撮ろうと思って、うん、そんなカメラマンいないやろなと思って、うん、最初で最後の70万人いたんですよ広場に、はい、そこの写真撮ろう、決勝撮らなかったんですよ、はい、会場に行かなかったの、会場に行かなかったです。でそれを、準決勝の、試合の最中に決めて、準決勝終わった後に FIFA の人と探そうって思って、うん、その会場にいる1,700-1,800人に FIFA の人知ってる人いませんかってずっと聞きまくって、で一人紹介してもらって FIFA のカメラマンだったんです。でそれがバロンドールにつながっていくってことですね。そうっす。で今、いやお前何日本のカメラマンでっつって、でどうしても僕はフリーのカメラマンで自分の日本の国でこういう迫害を受けてると、うん、で結果が欲しいと、うん、で僕はもうこのピッチで写真を撮ることを夢に頑張ってきているという話をしたら、いやとりあえず決勝に向かって俺は今忙しいと。そりゃそう。どのタイムで言うてんの？そうそう。一番忙しい。そう、一番忙しい。お前、一番忙しいな。わかったな。お前、決勝終わった後、どんな予定やって言われて、僕、決勝終わった2日後ぐらいに、モスクワから神戸まで電車で帰る予定やったんですよ。2週間かけて。モスクワから神戸？はい。電車で帰れるんですよ。帰れるんです。飛行機じゃなくて。もう一切エア使わずにシベリア鉄道でモスクワからウラジオストック、はい、あの北海道の北側ね、まで乗り換えなしの一本で行けるんですよ。へえ、はい、それ乗ってウラジオストックからフェリーで韓国経由で境港入って境港から電車で帰ってくる予定やって言ったら、その日はめっちゃ笑って、めっちゃおもろいめっちゃおもろいなお前。じゃあモスクワからウラジオストックまでの1週間の電車お前付き合うわって言われて、そうだから日本人の方なんですか、 FIFA の。一応フランス人、フランス人の方とお話しして。何も喋るんですか。英語っす。あ、けどもうそれもまだあるんですよ。もう焦んない、焦んない、まだあるよ、焦んない。いやもうすごいな。そう、付き合うわって言ってほんでもうあんま時間ないけど、最後に俺の質問に答えてくれって言われて、うん、俺がこの世の中で一番尊敬するアスリート誰やと思うって言われて、フランス人が、ね、うん、もうそれ示談しておらへんやんで、うん、しかもあのマルセリ出身なんですよ、そのフィランス。おー、俺はもう気に入りじゃ、うん、示談やって、そんな答えお前には求めてないんやんって言われてそうですよねって言いながら、そうですね、そんなわけやから、そこまっすぐない、そうそうそう、ど真ん中まっすぐストレート持ってくんなっつって、あっさあっさあ言って分からんくて言ってきたんが、イチロ鈴木やって言われて、フランス人で野球も盛んじゃなくて、うん、で FIFA の人でイチローさん知ってんねやっていうことに俺めちゃくちゃ嬉しくなって、
一郎さんすげえって思って、うん、いやほんで来年の3月に前東京ドームで一郎さんの開幕戦マリナーズの開幕戦の知ってんのかって言われて俺知らなかったんですよ。おう、もうそれオフィシャルで出てたんですか？出てたと思います。で知らなくて、知らなかったけど、いやもちろん知ってますよって言っていや当たり前じゃないですか、世界一郎っすよって言ったよなって俺はそれを日本に見に行こうと思ってるっつって、 お前はカメラマンで入んのかっつって、いやもちろんですよっつって僕は日本を代表するフォトグラファーですよ、だからフィファに入れてくれっつって言って、言ったら分かったっつって、でとりあえずじゃあ渋谷鉄道じゃあ乗るからっつって、お前なあの何号車の何番の電車教えてくれっつって教えて、で当日モスクワの駅に来たらもう嫁さんと一緒に来てたんですよ、まあ、帰りというか旅行やったんで、で乗ろうとしたら嫁さんなんと日本人だったんです。それで言葉変えてそう、一郎好きなのもなんとなく分かるっすね。そうで、お嫁さんが宝塚出身で、そう、阪神の甲子園球場も何回も来てて、そう、ほんで、そう、ほんで、そう、で、嫁さんが通訳の仕事をしている人で、そう、やけども、言われたんが、釘刺されたんは、この場は、基本英語で喋りなさいと。で、どうしても、大事なことを伝えなきゃいけないときは伝えるけども、基本この電車の中ではもう英語やというので、俺1週間英語めちゃくちゃ喋った。それだから将来的なその中村さんの活躍とかも考えて今から英語を勉強しとけってことっていうのと、ニュアンスやっぱり通訳返して言うのとは違うから、思いとか熱意とか、だから私にこうやって言うんじゃなくて、クリストフにちゃんと自分が知ってる英語の単語を並べて、こうやってフィファのオフィシャルになりたいと、うん、マイドリームやと。すげえな。こんな感じに言うたんやろ。いや、もうこんな感じですよ。あ、でかいんぐいし、それ。そう。で、だから、そう、何一つ今の流れで言ったら、一個一個言えば単発やけど、USGA も、FIFA も、MLB も、けど何一つ何かの事象が外れてたら、繋がってないのよ、ね。そうです、ね。だからそれが今考えても怖いなと思うし、うん、めっちゃついてるなと思うし、きっとそれは思いの強さなんでしょうね、うん、その一番最初に戻ってその学生の時から、ああそうですね、その競馬ジョッキーになりたいっていうのもそうやし、うん、そうだ、本当に夢はもう見るもんじゃなくて叶えるもんやって絶対思ってるし、叶わないものはないと思ってるし、これはすごい話を聞きました。めちゃくちゃすごい、なんか、いやーすごい、今までのゲストの方ももちろんすごい良かったし、濃厚濃厚よ、全然まだ違う切り口、いやうん、面白い、面白いな、すごいわ。そうっすかね。いやめちゃくちゃ面白かった、同じ時代に来ててよかった。いやー、ほんとありがとうございました、今日長い。いや、こちらこそ。いえ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすごかったね。なんかね、すごいばっかり出てまうね。いや、なんか今日は聞き入ったっていうか、濃いで、濃いな、濃いぞ。まだそれでも序章に過ぎないですもんね。うん、なんか今まで その YouTube の僕のやつのタカチャンネルを見てくれた方、またちょっと違うテイストの話とか、うん、そうだったね。うん、俺自身もすごい知ることも多かったし、何よりもあのなんかその自分がこうなりたいっていう思いがすごく強いんやなっていう。でまた学ばせてもらったのは、やっぱそれがあって今成り立ってるんだなっていうのは、すごい思いましたね。いやー、つながりってすごいなって改めて思った。だって奇跡のような話がバンバン出てくるやん。こうやっぱちゃんと聞いてみると、また改めて発見できますな。うん、いやー、すごいすごい映像を記録された。てか俺より伊藤くんの方がさ、一番今回喋ったね。めちゃくちゃ聞いてるやん、話飲みに行きたくてしゃあないかな、途中で俺変わろうかなと思った。ぜひまた来てください ね、来てほしいですね。ぜひよろしくお願いします。